イスクリーム、アイスクリーム、私の恋人。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリーム。私の恋人、あんまり長く放っていると、お行儀が悪くなる。アイスクリーム、私の恋人。ありがとうございます。今回こんなことやってます。そうか、夜はね。夜本来はみんなあれですか、あの照明とか、こだわってギター弾いてる。変なこと聞くぐらいごめんやね。あの俺はね、あのほんまこの1個ぐらいかな、をポツンとつけて、あとも電気で消すんよ。で、暗がりの中でギター弾いてるようにしてるんですけど、そんなんやってないですか。あ、やらなかったらええよ、あの集中するよ、あの蛍光灯の下で弾いてるよりいいですよ、うん、蛍光灯ってなんかあのこうなんかチラチラチラってしてるでしょ、なんかね、あれなんかうーってならん、人工的な感じうーってなんか、うん、そうそう、あの蛍光灯は60Hz やったら60回入れ替わるから絶対チラチラしてる。してるよな。してる。電球はしない。そうやな、うん、俺あの自分で褒めるんですけど、俺なんかそういうのはあの電気系統のなんかそのよく感じるものなんです、うん、あの例えば引っ越しなんかもしてないけど、あのプッて言うと、あ、ここあかんわ、ここあかんわ、あ、やっぱりな思ったら外に電池があって取らさん、ああもうわかんのよ、なんか何このしんどいこの感じよ、トランスなのよ、そういうの感じてね、あんねんけど、タコさん霊媒体質なんじゃん、なことないよ、なんかその電気系とよく感じるよ、電気エネルギーですね、あれもそうなのよ、あれいいよ、富士通のね、あのホットカーペット、あの俺ホットカーペットもう言うたように電気マニアちゃうわ、電気反電気感じるから、あのよく行ったところで電気カーペットの上に座らせてもらったので、もういて10分いてられへんのよ、ピリ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 って体がピリピリってするのよ、何これもなカーペットなの、そんなんやから、で富士通はいいですよ、あれ電磁波カット、俺そこすがってんねんけど、それだと全然大丈夫ね、はあ、全然ほら電磁波カット言えば、まあ多分今やったらじゃあいろんなメーカー出したんじゃ、なんか俺みたいにテレビでやってたらもう電磁波荒れるみたいな人がいて、しんどなりはね、しんどなりはあれ、うん、電子レンジもそうですか、あかん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 、もう近づいたらなんピリ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 って使ってるけどね。レトルトね、慕われたあれや。どうやって？家に名前の鎧かぶってるの。ええ、離れたある。一人ね、蹴ったね、人言っててね、あの知り合いで。こんなん言うてへんかな。もうあれやね、まあ、とある病院の、こんな言うてへんね。とある病院のレントゲン技師してある人がおって。で、その方がさ、あのなんか話のあれで防護服一切着ないって言われて、え大丈夫なの、予約とかするんちゃうのって、うん、するよって、でも俺は着ない、なんでって、見えんねん、こうあの X 線、うん、こう飛んでいって、あのあ、はい、こう飛んで
こう行って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 っていうのが見えてるって、うん、だからこうあったらこうまたぐね。ああ、しまった。ごめん。あ、俺のことしたら。水こぼしだった。雑巾。ごめんなさい。水こぼれ。人騒がせやな。ごめんごめん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめん。あ、いけるか。とりあえずあのケーブルとかかかってないから大丈夫。電気系は大丈夫。あ、ありがとう。ありがとうございます。まだまだあのこんな上にかかってる。それこそすごい。ありがとう。助かりました。まあ、あんなこと言ってます。何の話してたっけ。電磁波。電磁波、そうそうそう。電磁波。電磁波、何の話で電磁波な。ありがとう。みんなありがとう。なんかね、あれなんですよ。こう、ステージの今いろんな人がこうやってくれたやんか、吹いてくれたりいろんなことをしてくれて、でなんかそういうことがね最近増えた。タカさん、あの荷物持ちます。ほんで、いや家で大丈夫やで、楽器俺持つし、とかいや持ちますとか、いやそこどいてくださいね、ほんでここがどこととかさ、すごい世話してくれやん。なんでやのみたいな。でふと、あ、そうか、そらせやな、俺、あの、68やろ。せやな、68、そら、あの、ここへ座りとかな、いろいろ、俺でも言うよね。まあ、そういうことだよね。なんか、それ楽しんでます。甘いよ。じゃあ、ここにね、歌詞カードみたいなのあんねんけど、これみんな川柳です。何回かやったよね、はい、やってるよ、ね、大好き、ね、ありがとう。これあの川柳やから五七五、え、初めての人います。はい、あ、ありがとう。あの、じゃあ説明します。五七五ですよね、川柳ね、はい、でこれあの例えばね、寝る合図、昔は目と目、今あくび、でこういう五七五で、こういうあのちょっと僕より、ここに書いてあるやつ全部なんですけど、僕よりちょっと上の先輩連中の書いたようなやつばっかりなんですけど、だからたまにね、あの若い子の前でやるんだけど、やったらさ受けへんのよ。そのせいはね、年代ちゃうもんね、分からへんのよね。まあまあ、でそんなんですよ。ほんでこれはね、適当に俺あの即興で歌ってます。なんか、これめっちゃ安定悪ない。椅子の上の方がいいか。あ、綺麗。いやいや、これほらほらほら、こんなんで怖いよ。いいかな。ありがとう。下がまっすぐちゃうよ。下がな、たぶんへこんだんちゃう。なんか言わんでるよ。
つきやすい。おおいの恋。こんな。難しいよね、だからね、メロディーつけるのね。
ちょっと待ってや。録画できたの。